防寒戦闘外衣を着用して偵察用オートバイに乗る隊員防寒戦闘服外衣は陸上自衛隊で使用されている戦闘装着セットの一つで上着とズボンで構成されている。また本校ではかつて使用されていたパーカータイプの防寒外衣についても記述を行う。明細パターンは通常の戦闘服と同様であるが、 陶器の枯れ葉などに偽装ができるように茶色系の配色となっている。素材は難年製ビニロン70、面30の平折りで、撥水加工も施されている。戦闘服と折り方が違い、生地も若干薄い。サイズ構成は戦闘服と同じである。なお、採用当初は耐赤外線加工が施されていたが、現在では未加工になっている。 左の隊員が着用しているのが、防寒戦闘服外アメリカ軍が長年使用していた M65 フィールドジャケットからの強い影響が伺えるが、全体的な作りは M-65 よりもゆったりとしており、ハーフコートのようになっている。従来使われてきた作業外費と比べ、格段に機能性が向上している。一番外側の名細布に防寒用の生地が貼り付けられており、 裏地を含めると3重構造である。さらに、体側に取り外し可能なライナーがあり、取り外しが可能であるため温度調整が容易になっている。フードは襟部分に縫い付けられているが、畳んで襟内部に収納できる。また、先頭服同様に襟を立てた時に前を閉じる面ファスナーがついている。また、胸と腹部分に2箇所ずつの計4個のポケットはすべて、 マチ付きのパッチポケットで OD 色に塗装されたスナップボタンで止めるようになっている。前合わせ部分は YKK 製のプラスチックファスナーで上下からの開閉が可能となっており、さらにスナップボタンで止める。脇の下には通気用のハトメがあり、その部分の裏はメッシュになっている。また両脇にもファスナー開閉式の開口部があり、 中の戦闘服胸ポケットの内容物を取り出せるようになっている。ただし、ライナー装着時には不可能。腰部には調節用の紐があり、また背面には戦闘服同様に偽装用ループが縫い付けられている。付属するライナーも同じ素材で作られ、キルティングを施したベスト状の形態で、本体6箇所にある白いゴム紐にボタンで装着する。こちらには、 ライナーは存在しない。ウエストにはゴムが入れられ、その上から付属のベルトで締める構造である。両脇にはやはり上下から開閉できるファスナーがあり、戦闘靴を履いた上からの脱着衣を可能にしてある。ポケットは右前部にパッチポケット、腰部に左右一つずつのポケットがある。裾には調節用のスナップボタンがあり、二段階で裾を絞れるようになっている。裏地は そ裏である。上着、ズボンともファスナーには、手袋使用時にも開閉しやすいよう、紐が結びつけてある。防寒がいい。通常の訓練では、OD、陶器訓練等では白色に裏返して使用しており、古くなると白色がくすんで黒く変色したものを着用するものもいた。綿などの断熱素材があまり入っておらず、戦闘服の上にこれだけでは、 北海道の厳冬期には耐えられないこともあり、戦闘服の内側に、通称、ラクダシャツと呼ばれる防寒着や外側に、ラクダジャケットと、通称されるジャケット状の防寒着を着用して、防寒外衣を着用していた。現在防寒戦闘外衣が配備されていない部隊や、予備自衛艦等では現役であるものの、防寒戦闘外衣と同じようなパターンの外衣採用により、徐々に、 体液の方向である、ありがとうございます。